大人2人2240円。取り出し口よりチャイムをお取りください。入り口ここですね。カエルさんです。今日ねガムの洞窟ねやってませんでした。ちょうどねお店の人がねお休みみたいです。非常に残念ですね。なので前回ねケーブルカーで向こうから上がっていったんです。今日はロープウェイで上がっていこうと思います。ね切符を切りました。うわ寒い寒い、風が吹いてます。あ赤ですね、赤です。これで向こうまで行くんですね。筑波当然だけど薄めに塗った方がいいのかね。座れます、座れます。登ってく方に見ようか。こっちケツは下がね見えるんです。でも先頭はいいんじゃねえかな。先頭に乗ります。ちなみにお客さんは私たち以外は一人もいません。あそんなにね平日だと空いていますので、コロナとか、まあ、こういうとこ触らなければねコロナとかはほぼほぼ関係ないです。あとね換気されてますね。こういうとこほら本当はこの中で喋っちゃいけないんでしょうけど、私たちがいないのでこうやってね、筑波ニャンはあるよ。筑波ニャン、筑波ニャン換気されてます。なので少し寒いですね。では、まあ、もうなく出発します。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。島
3つ目の点灯を通過いたします。少し揺れますのでご注意ください。また左側をご覧いただきますと下り同点とすれ違います。まもなく標高840mの女体山駅でございます。お忘れ物ございませんようお支度ください。お降りの際は足元に十分お気をつけください。本日は筑波山ロープウェイをご利用いただきましてありがとうございました。少し揺れますのでご注意ください。まもなく女体山駅に到着いたします。お降りの際はお忘れ物ございませんようご注意ください。降り口は進行方向を使いまして右側となります。この後のローペイ下りの発車時刻は9時40分、10時ちょうど、10時20分と20分間隔で運行をしております。定刻になりますと発車いたしますので乗り遅れなさいませんようご注意ください。またホームは締め切りとなります。ホームで降りましたら展望台までお進みください。本日はご乗車いただきましてありがとうございました。来てすぐのねお食事どころです。まだやってないかな。筑波うどん1000円、お、ガンガエルがいっぱい売ってる。ローストローストビーフ丼ちまき300円、筑波うどんラーメン食いた。食堂は10時半からだそうです。800円ぐらいでね、あ、神社が見えるじゃん、さっき行ったね神社、筑波山のあっちのね、ロープウェイケーブルカーの方だね、の下にある神社です。ちょっと今日は天気悪いので、湖が見えませんね、残念ながら。ちょっと天気悪いです、曇ってます。ね、ロープウェイで上がってきたとこからあっちにある展望台の手前にあるそうです。おそらく10分ぐらいで、行けるんじゃないかな。岩場だということなので、
ウバ車のね人とか、もちろん車椅子の人は大変なので、歩ける人ですねが、歩ける人が、で、あっちまでね、あっちはロープウェイのね、あ、ロープズ、あっちケーブルカーなんだけど、ケーブルカーの山頂と、ここまでが、ロープウェイの山頂が、まあ、普通の人の足で15分ですね。その間にね、ガマの石があるということなので、ガマの石をね、今見つけてみようと思ってます。非常にね、いい運動です。標高がね、850メーターぐらい。標高ね。筑波ユートピアと何ら変わりません。そんな感じです。ここね、右行く道と左行く道あります。右は女体山の、そこが山頂なんです。山頂で神社があります。で、左が南体山の山頂です。左に行くんですね。で、ここにね、行き先案内板があります。ここですね。ガマ石です。ここに行こうと思ってます。ハイキングコースですね。駐車場に500円ね。駐車場からロープウェイで上がってきました。今、女体山の山頂行きですね。もうすぐ5分でね、女体山山頂は行きます。そこね。すぐですね。で、すぐ釜石あるよ。ほら。石霊石ってなんだろうな。釜石、石霊石。を見て帰りましょう。前回ね、こっち行ってるんですね。OK, OK. すぐだ。で、今、宮田じゃねえや、釜石ね。釜石に向かいます。せっかくね、上登ったんだからね。釜石。見ていかなきゃ意味ないから。でもね、岩場でね、あ、これ違う、違うね。せっかくさ来たんだ、見てよいしょ。ね、ほとんどいません。今まで 3,4 人すれ違ったぐらい。だから、ロープウェイから
ロープウェイ山頂駅から徒歩10分ぐらい蒲石まで、そんな感じです。そんなに距離はない。ちょっとね、おじいちゃんおばあちゃんだと歩くの大変かもしれません、杖がないとね倒れるね、これね。まもなく蒲石だと思います。お、下綺麗だね、ほら。これさ、下からさ電線、配線、配線と下水管かな、これ。こっちはね、左側が配線ね、電線なんです。で、これは下水管かな、なんかね、見えますね。高尾山ってすごい人がいるけどさ、筑波山の平日はまず人がいません、ほぼ。結局ね、ケーブルカーもね5人でした。うちら2人以外に3人の赤い人たちが上がってきました。なので70人のねケーブルカーに対して5人しか乗ってませんでした。よいしょ。足元が悪いんでね、要注意ですね。雨降った日はね、滑ると思うよ。よし、お、蒲石見つけました。じゃーん、これが蒲石でしょうか。金運出世パワースポットです。お立ち石と言われそのこの霞が連結すると言われています。蒲石ジェニージェニーですね。これイングリッシュで、イングリッシュでもこのことがね書いてあるわけです。金運です。とりあえず触ってきましょう。お金が貯まりますように、お金が入りますように、お金が貯まりますように、お金が入りますように。うん、別にガマガエルの形をしてるってわけじゃなくて、うん、とりあえずね、全部の石を触っておこうと思います。これが、ね、ケーブルか上がってから10分ぐらいですね。霞ヶ浦の方を向いてるというかです。これがさ、カエルみたいなんじゃない、多分。ご本殿から若干上に上がれるので、そこがね、頂上の頂上でしょう。頂上の頂上、877m。 この位置じゃないかな、ほら。秩父連山、富士山、
今日はねちょっと見えないですね。霞ヶ浦とかね、天気がいいと霞ヶ浦が見えます。霞ヶ浦こっちか、あっち霞ヶ浦だそうです。ちょっとね、あの下が今来たところ、うん、駐車場かな、そうかもしれない。この位置が多分山頂じゃない、この位置が山頂で、ここは山頂よりちょっと高くなってる、若干一応触っておきましょう。ただこっちはもともとの山頂でしょう、筑波の女体の山頂ですね。なんて書いてあるかわかんないけど、あ、そうですね、ケーブルカーの下がここです。あそこに車止めて、あそこ500円なんで、あそこに止めてケーブルカーで上がってきました。ここはね山頂でした。東筑波ユートピアも前回行ったんですけど、ちょっと YouTube 消しちゃったけどね、楽しいとこでした。ここね、あの落っこっちゃったりするので気をつけないといけないですね。では、今からねちょっと違うとこ遊び行ってきます。よろしく頼む。